はい、短期決戦です。8月25日1時46分です。とりあえず始めましょう。動かないのか。動かないからこんなことになってんだな。11時18分はこれいらない。13時45分。おお、動かないな。すごかった。上がった、
すげえ小動きなんだな。もう戻ってこないか。動きませんね。分かった。れは動かなすぎだよ。暑いな。
財布 0.54 だよ。60銭だ。やっぱね、ボラがないとダメだね、廃炉もね。こさんはこっち。あ、こっち。あ、ドル円が下がっちゃうね。ドローが増えるの。増えるね。うわ、明日行った。ドローっていうか負けるね。こう方向性がさ、うわ、すごい。ここら辺にサポートラインがあるんだな。585ぐらいに。50% じゃないの。ああ。50% だと思ってるうちはまだまだだな。もう一個下、来た。はい。あ、下行っちゃった。戻ってきて。戻ってきて。戻ってきて。絶対戻らないよ。どう考えてもこれ 50% じゃないでしょ。
ひどいな。インニコさんそっち。はあ、勝てね。今みたいなツッコミを狙うの。そう、だからここの下でここで取らないといかん。ツッコミっていうかさ、サポートライン、どこがサポートかってちょっとはあれだったんだけど、こういう下がったとこで、下がったとこっていうか、サポートされるだろうところで、まあこれ1回しかさ、一番底で終わっちゃったからあれなんだけど、これが2回も3回も来るんだよ。何回も何回もね、こうね、来るんだよ。そしたら何回も取れるんだよ。1回で終わっちゃって上行っちゃったからさ、ワンチャンしかなかったんだけど。何回も何回もね、サポートラインにね、くっつくんだよ。サポート割ろうとするときに。負けちゃった。インニコさんデジサポタッチ狙うのね。そう。その通り。34次生もやる気なかったね。うん。一部のプロバイダーにおいて通信障害が発生してるって。テリロジー、あ、2時だったんだ。
夕方からじゃない？本当ドル円行かないね。ドル円どうした？どうした？そうか、上がポンド円で下がドル円だからおかしいのか。これを ドルにしちゃうと、ああ。FX さんの使ってる FX チャートが使いたい。わかんない。迷われさんに聞いて。コメントすると教えてくれると思うけど。迷われさんの FX チャート、わかんない。前晴れ FX チャートで検索したらどう？天宮そらさん、あれってメガトン4かな？ピンニコさん、参加者は今晩に備えて寝てるよ。配信者もリスナーも。ああ、MT4 かもしんないね。ああ。みんな寝てんだ。うわ、なんか雲が来た。なんか随分弾かれるんだけどな。七原くん、競輪もやるんだ。はあ。抜けたんじゃない？あ、
これひどいよな。何がない？ジャンプしないね。5、6があれだよ、とりあえずのサポートだから、ここがここでハイすれば勝てる。そこまで下がるかな、これな。さっき揉んでたところに戻っちゃったね。ダメだな、これ2時台は動かねえよ。動きません。